はい、どうもみなさん、こんにちは。キャノン・シ太です。えっ、ー、と、今回はいつもと本当に違う動画を撮っています。えっ、ー、と、先日、この間か、もう、日にちは覚えてないけど、猫くんの動画で、えっ、ー、と、チーターがいますって、あるチーターがいます、やめろよ、みたいなかん注意喚起の、 動画を出してたと思います。見てない人たちはね、えっと、僕の動画、あの、チャンネルにあると思うので、チェックしてみてください。で、えー、っと、内容としては、チーターがいる、チーターが、その、会話を荒らすことになって、チーターや,やめろよみたいな動画です。で、その動画見て、僕そこまで何も思わなかったんですけれども、今日、えー、っと、FNCS とかみんな頑張ってる姿を見たらさ、ちょっと思ったことがあって、全体のコミュニティとしても問題があるのかなと思いました。というのも、やってもバレないとか、子供だと手が染めやすい。 っていう、まずなんかやってもバレないと思っているプレイヤーが多いんじゃないのかなと思って、なぜかというと、えー、っと、 会話の中でも、あの人やってるな、この人やってるな、と思っても、黙認してる、何も言わないで、黙って見過ごしてる人たちがいる、ということになるんですよね。使ってる本には大事だと思ってないかもしれないけど、自分のエイムがないから、立ち回りがどんなに良くても、建築がどんなに上手くても、自分のエイムがないからって、チートに手を染めて、せっかくね、立ち回りが良かったとしても、もうワンボックスにとりあえず入っていって、エイムをご利用し、そういうプレイしかできなくなっちゃうのも悲しいじゃん。 だから僕としては、チート使ってる人は、本当ゼロ、ゼロに、本当に、えいってなってほしいです。フォートナイト自体はもともとそんなにチーターが多いゲームじゃないので、じゃあどうすればいいのかというと、チートを疑われてる人がいるんだったら、きっと疑われるのも嫌だし、今後もね、えっ、ー、と、プロゲーマーの選手人生として、そういうイメージがつくのって絶対にダメだから、疑われてんだって疑われてるで、言われたいと思うので、ね、僕がもしもチート使ってるって言われてたら、 どんな手段を使っててもチート使ってないって証明したいだろうし、もしもチートを使うと、まあないと思うけど、チーターだと思われてんだったら言ってもらいたいです。チートを使ってても応答にならない、この界隈、このコミュニティを僕は変えたいです。だからもう間違いなく黒いなとか思う人がいるんだったら、全然言っていいと思うんですよね。で、言われてる人も言われてんだったら使ってないよって何らかの証明、まあ、タスクマネージャー見せるとかプレイ中に。なんかいろいろできると思うんだよね。もちろんエピックゲームズさんも、 頑張って、チート撲滅に向かって本当に頑張ってると思います。だけど、チートとゲームのいたちごっこみたいになってるのが現状だから、コミュニティとしても、そういうチートを使ったらダメっていう文化を作んなきゃいけないと思います。だからチート使ったらやばい、チート作ったら吊るし上げられる、吊るし上げられるまでいかなくていいけど、チート使ったらやばいんだっていうのが、もっと明確に分かりやすくした方がいいと思います。罰則ないからいいでしょうみたいなこの感じが、 ダメなんだと僕は思います。だからもしもチート使ってると思うんだったらじゃんじゃん言ってもいいし、チート疑われてるんだったら俺は疑われてるけど使ってないってバン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 言った方がいいと思います。で、子供だから手染めやすいと思うんですよ。13歳14歳ぐらいのプロゲーマーになりたい子供がさ、チートに手染めちゃうのちょっとわかるっちゃわかるんですよね。ダメですけど。で、しっかりチートを使ったらやばいっていうのをわかるために今後、 もしも、えっ、ー、と、この人黒いって思う人がいるんだったら、証拠付きで僕に DM かなんか送ってください。証拠っていうのは、カッたる証拠。エイ m がすごいいいからっていうよりも、えっ、ー、と、この人チート買ってます。こういう証拠があります。録音、録画、録画なんでもいいですけど、その、硬い証拠があったら、僕に、 えっと、送ってください。これを言うことによって、えっ、ー、と、これからチートに手を染めようと思っているあなた、もしくはすでにチートに手を染めてしまっているあなたに対しての抑止力になったらいいなと思ってます。まあね、チーターはいなくならないと思うんですけれども、チート使っても一生ってなる空気、この空気感がなくなればいいなと思います。もしも誰かがチート使っていると思うんだったら、 言ってもいいいと思います相当黒かったり理由があったりもう硬い証拠があるんだったら全然言っていいと思いますもしも言われている側だったらしっかりと身の潔白を示すべきだと思います